FC 徳島は徳島県吉野川市をホームタウンとして活動するサッカークラブ。川島高校サッカー部 OB を中心にして2003年にセレステとして創設された。2006年に徳島県サッカーリーグ一部に昇格し、2013年に初の四国サッカーリーグ昇格。1年で徳島県サッカーリーグに降格したものの2015年度に 徳島県、サッカーリーグ一部で優勝し、四国リーグチャレンジチーム決定戦に進出。その大会の決勝で、高知県代表の昭和クラブを下し、3年ぶりに四国リーグに復帰した。2016年より、FC 徳島セレステに、クラブ名を変更、JFL 昇格を目標に定めた。選手では、森岡から石川正宏を、FC 大阪から青尾良介、 木下宿明ららを補強した。リーグ戦では、第10節終了時、1分9敗に得点41、失点で最下位の8位に沈むも、残り4試合を全て勝利し5位で残留した。また、初の天皇杯出場も果たした。2017年、高知ユナイテッド SC から犬塚智介、林洋人、前年限りで解散となった、鹿児島ユナイテッド FC セカンドから、 福崎冬成らの補強が走行し、9勝4分に1敗で2位に、躍進、天皇杯にも2年連続での出場も果たした。また、徳島出身者中心のチーム作りを進め、長期的な視野に立ったクラブとしての自立を念頭に、置いた組織作りを進めるためとして、運営法人となる、一般社団法人 FC 徳島スポーツクラブを設立した。二千十八年から、 fc 徳島へ解消した。選手、スタッフ面では、木下祝章や大西孝次らが対談した一方、前年限りで、さぬを対談した綱田博氏らが加入、前年まで監督を務めた高木公認が、同年より新たに設けられたテクニカルディレクターに、監督には、前年限りで現役を引退した小野裕也が就任し、前年まで、 武蔵大学サッカー部コーチの中田健太郎をコーチに、翔平、アシスタントコーチには、選手兼任で、犬塚智介が就任した。リーグ戦は10勝3分に1敗で2年連続の2位。フィニッシュ、天皇杯にも3年連続で出場した。また、第73回国民体育大会サッカー競技の、徳島県代表に選抜された。2019年、チームダイレクターの、 高木公認がヘッドコーチに監督の小野雄也が GM に選手権アシスタントコーチだった犬塚智介が現役引退の上で監督に就任した。なお、第7節コーチユナイテッド SC 戦をもって犬塚が新設された事業推進リーダーに転任、公認に GM の小野が就任した。選手面では綱田博士が現役引退。 赤星雄介が佐抜へ完全移籍、その他、高順局や林洋人らが対談した一方、カンボジア一部アンコールタイガー FC から大木の、ケンジロ三帯はコシから、奥村なんと、ベルスパ大分から、デフリンピック日本代表の西大介、コボールは女川から国分都市キラを補強した。リーグ戦は12勝2敗で3年連続の2位となったが、臨番枠で、 地域 CL に初出場した。2020年、前年途中から監督を務めた、小野江祐也が退任し、後任には、事業推進リーダーの犬塚智介が復帰した。選手面では、西川正明や、福崎冬成ら5名が退団した一方、長崎から林田隆介ら12名を獲得した。リーグ戦は7戦全勝で、初優勝を果たした。地域 CL では、 初戦で JFC 宮崎に逆転勝利を挙げたものの残る2戦を落とし1勝2敗の3位で一時ラウンド敗退となった5年連続出場となった天皇杯では2回戦で松山大学を下し本大会初勝利を挙げるしかし地域 CL から中2日という日程で行われた3回戦で高知ユナイテッド SC に敗れた2021年 3月に運営法人である一般社団法人 FC 徳島スポーツクラブが吉野川市と連携協定を結びホームタウンを徳島市から吉野川市に移転した選手面では西大輔や前年加入の林田隆介、後藤拓すら20名が対談した一方 FC 大阪から角又悟を獲得したほか海外から5名新卒を10名を獲得するなど 計20名が加入した。また、第3節をもって、犬塚智介が監督から退き、公認にヘッドコーチの安倍隆成が就任した。勝ち点6が減らされている。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、前期1節前期9節の全試合を中止し、後期日程のみでの開催となった。ありがとうございます。